はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今日は、ウィンタースペシャルタイムアタックやっていこうと思います。今日は、炭治郎パーティーでいきます。まあ、どうせ簡単だと思うんで、まあまあまあ、いけると思うんでやっていこうと思います。あ、でも、8階層。え？破滅士か。ちょっと強そうなキャラ来ましたね、ワンチャン。わかんないですけど。とりあえず、いつも通り、ポロネスタンでやっていきます。こいつは最強なんで、はい、これでまず蹴っていきます。はい。OK。で、続きまして、2階ぞ。火がないぞ。これは、バキ打ちます。はい、こんな感じで火4消して倒していきます。でね、ちょっとね、このチャレンジ難易度がわからないんですけど、なんか今レベル1見てる感じ、まあまあ難しそうなんだけど、まあでもレベル1は言うて簡単でしょ。ね。言うて簡単そうなんで、まあレベル1は一回カットしようかな。はい。じゃあ少しボスまでカットします。むずいて聞いたらもう一回再開します。はい、ボス。まさかのミオンですね。やっぱレベル1はね、言うてね、なんかね、面倒そうな敵だけどね、言うて全部楽だったかなって感じ。ただ一個思ったんだけど、レベル1でこの難易度ってことは、もしかしたらワンチャンレベル5は結構難しいのかもしれないとか思いつつ、とりあえずこれで倒していきます。じゃあ続きましてレベル2やっていきましょう。なるほど。一度切り系のダンジョンなんですね。1をクリアするともう2しか残ってませんでした。全部1回クリアしたら終わりっぽいです。ダンジョンごと消えるタイプのやつですね。はい。じゃあやっていきましょう。レベル2。初手イザナミからですね。とりあえず炭治郎、ポロネスタンで変身まで終わらして、ここから普通に火4消ししていきます。まあ、言うてレベル2も簡単だとは思うんで、ボスまでカットしますが、まあ、めっちゃむずいできたらちょっと止めます。はい、カット。はい、ということで、まあ、何にもむずくないんだけど、一応闇吸収があったんで注意ぐらいかな。どっちでリダチュアもありましたね。そこはちょっとめんどくさいかなって感じ。で、ここでちょっとだけ強い戦士飛んできてますよって感じですね。言うてなんか今んとこ簡単だけどな。はい。じゃあ、レベル2のボスですね。さあ、誰が来るか。ケプリか。ちょっとめんどくさいか。まあ、吸収向こう積んどけば安心かな。はい、これ打ってあげて。こんな感じでこれで終わりですね。まあ一応ちょっとだけめんどかったかもねって感じですが、こんな感じで突破できます。はい、これで突破していく。まあこれがレベル2でした。じゃあ次レベル3。なんと7分です。短くない？結構1分減りました。で10階層、7分で10階層結構短い気もするけど、まあ敵の悩みもいるけどね。こういうドラゴンゾンビとかが例えば7体来るだけだったら全然余裕だけど、まあ敵によっては結構むずそうって感じはあるけど、一旦とりあえず適当に倒していきましょう。はい。なるほど。サゴ城か。ちょっとめんどくせえな。はい。追い打ち組んで倒していきます。回復だけ残しておきます。こんな感じで突破していく。はい。で、続きまして3階層。でも言うて簡単そうかな。うんですね。はい。じゃあとりあえずまたしてもね、こちらも何敵が来るか、ボスのところまでカットしていこうと思います。じゃあ一旦カット。はい、なんと途中でゼウスドラゴン出てきました。やばくない？しかもボスもザパンです。なんか敵強くない？レベル3だよね。これ5どうなるんだ。結構5が嫌な予感するけど、はい、まあ一応3もね向こう側に倒していきます。言うてダンジョロパーティーなんで問題はないんですけど、すげえびっくりした。一回とりあえず倒していきます。果たしてレベル5どうなるか。まあでもその前にですね、まずはレベル4ですね、行こうと思います。さらに前回層クリアごとに石1個もらえるんでね、絶対にやっておきましょう。さあ、7分で11階層。は？長くね？むずいぞ、普通に。ポロね、ねずこ、炭治郎、炭治郎は変わらずなんだけど、敵も強くなってんのになろうか。とりあえずこれで倒していきますが、結構やばそう。ただまあちょっとね、レベル5をメインの動画にしたいんで、カットは入れますが、結構やばそうなんで、むずいキャラ来たら即止めていきます。はい。ってことで一旦むずいキャラが来るかボスが来るまでカット。なんか地味にルーレット来る嫌がらせされたんだけど、なんかしれっと風金来てますね。地味に3ターンだけルーレット食らいます。はい、まあそんな影響ないけどね。はい、は4ターン目で吸収無効じゃん。4ターン目吸収無効必要です。いやこれレーベンとかの方がいいな。ポロネより3ターン貯めましょう。はい、少しスキルダメします。はい、で、ポロネ貯めました。これで倒していきます。意外と吸収無効一緒の階層早かったね。
まあ、こういうポロネとかじゃなくてレーベンとかっていう溜まってる急進向こう持ってった方が安定しそうですね。はい、これで倒していきます。で5階層ですね。結構時間やばいんで急いでいこう。お、覚醒向こうですね、5階層で。いやー、なんか敵普通に強いな、マジで。さっきからなんか長々に強敵揃いですね。強敵とかめんどくさい敵が多いね、タイムアタックにしては。ちょっとこれカットせずいこうか、敵強いから。はい、で続きまして6階層お邪魔か。あ、別にでもこれはそんなだね、言うて。炭治郎打ってあげて、ロック解除だけしておきます。こんな感じで突破 OK。 さあ次7階層追い打ちか、めんどくせえ。草薙、いや、バキ打つか。バキ打ちます。バキ打って追い打ち打って突破していく。見て、追い打ちが必要なのがめんどくせえよな。なんかすげえ敵が強いんだよな、さっきから。はい、で次行きましょう。ここも普通に突破していきます。ほら、突っ込まないからね、もう。はい、で次ですね、破壊そう。エルメドか、ちょっと本当にだるいな。毒耐性も欲しいですね。で盤面力めっちゃしてくれるんで、そこも注意って感じ。これレベル5さ、多分やべえぞ、これ。このノリでいくと、この難易度の上がり方でいくとレベル5普通になんか一発目から目の跡が来そうだけど大丈夫これ。で倒していく。はい、で続きまして9階層光や闇の属性吸収無効か。光や闇パーティーならもう属性吸収無効スキル必須ですね、完全に。これはで、これで倒していきます。はい、で続きまして10階層。ほら、アムネル。そうなんだよな、敵が強いんだよ、さっきから。でここは向こう側組みます。バインドされてるけど、まあ、もう関係ねえからいいや。よいしょ、こんな感じかな。はい、これで倒していきます。問題はボスなんだよな、誰が来るか。このノリで来るとやべえやつ来そうだけど、誰が来るのか分かんないですね。やべえやつ来た。リントブルマーやべえぞ。でもネズコあるんで、ネズコ打ってあげて、追い打ち向こうまで倒していきます。あぶねえ、ネズコ積んでてよかった。決戦ドロップ回ここは必須っすね。はい、でこんな感じで追い打ち向こう間積んであげて突破していきます。めっちゃ難易度高かったな、これが。レベル4でした。じゃあ最後の難易度レベル5いきましょう。じゃあラストレベル5やっていきます。6分で11階層とかなり短いですね。早く早く早く、落ち込みがない、早く殴って殴って。なんで落ち込んくんねえし、まあ、やってる感じ結構追い打ち惜しかったんでフレンドセイバーにしました。まあこれだっていこうと思います。バッチはこんなゴミカスバッチじゃなくて落ち込んだ足バッチつけていこうと思います。はい、やっていきましょう。マジで落ち込んきすぎだったんだけど、さっき落ち込ん一生乗りまくってさ、一生コンボしてさ、全然間に合わなかったんだけど、マジで切れそう。さあやっていこう。まず炭治郎打ちます。セイバー打ちます。エネスコ打ちます。はい、突破していきましょう。まずこんな感じで倒していきます。これで OK ですね。はい、普通に突破していきます。で続きまして2階層ですね。2階層も火の4で突破していきます。ここもね、あ、これあれか、オーディンか。オーディンはまあ普通に削れると思うんで普通に倒します。あ、でも L 字の方が楽だな、組めるなら。 L 字にしよう。 L 字組んであげて、はい、こんな感じで削っていきます。789コンボ、これで削っていく。まあいけるしょ、余裕で。 OK、 そんな強くないからね。で続きまして3階層、ここは7コンボ普通に組んでいきます。まあハンマー以上いるんで余裕で削れ、あ、ハンマーバキいるんで余裕で削れます。ユージロじゃないわ、バキですね。はい、ちょ、今日ね、あのめちゃめちゃ睡眠時間垂れてなくてね、そう、あの単純にランナーのせいなんですけど、頭回ってないっていうね。そう、だから今日の動画なんか頭悪いと思うんですけど、あんまり気にしないでください。でここお邪魔耐性100じゃない限りは食らいます。はい、なんで今弾いた。レーベンの、20%で弾きました。
サリーとか、セイバーとか打ってあげて OK です。はい、続きまして5階層、ここはレーベン打ちます。レーベン打って炭治郎打って削っていきます。先炭治郎と、でレーベン打ってあげて、こんな感じで削っていきます。火の4を含みながら9コンボ、これで OK ですね。レーベンの場所はダメージ消し属性吸収無効なら OK ですが、たまるキャラにしてください。イノスケとかね。はい、で6階層、他は普通に無効感で倒していきます。サリー打ってあげて、えい、こんな感じで削っていきます。なかなかに難しいからな。はい、こんな感じで突破していきましょう。8コンボで突破していきます。無効感で倒せると思います。マジやばい、それめっちゃまずい。あ、でもなでこならギリ大丈夫。はい、こんな感じで倒していけるよね。 OK、 突破していきます。続きまして7階層、落ち込んなしになっちまった。ここはなでこ打ちます。なでこじゃない、もうごめん、本当に頭が回ってない。元からの方で、いや、総理禰豆子をねしっかり取っていきます。ややこしいよなでこと禰豆子。なんで上もさ、その似てるキャラ作るの。似てるじゃん、わかるでしょ、間違えるって。まあ間違えないか普通は。でこれ闇吸収か、 OK 了解。普通に炭治郎打ってあげて火作れ、オッケー。ああ、回復かロック。じゃあ、こんな感じで削っていきます。やべ、今日マジで、いつも IQ が35ぐらいしかないのに、今日27ぐらいしかないんだけど、やばいな。結構、闇消さずに倒していきます。はい、離脱にされてもなんとかなるぞ、これ。いけるぞ。いけるぞ、いけるぞ。やばい。炭治郎は溜まってない。ここは確定でセイバー打ってあげて、7個も確定かな。で、突破していきます。こんな感じ、無効貫通含みながら7コンボ確定組みしていきます。これでぶっ倒していく。 OK、 突破。さあ続きまして10階層、リダちゃん早く戻れやいつまでリダちゃんしとんねん、イチャイチャすんな。やばい、ライジングドラゴン来た。まずいねこれね。一番危惧してたことが起きちゃったね。ライジングドラゴン溜まるっていう。でもまあ時間が109秒あるんで、さっきよりはまし、追い打ちいらねえしな、第一。109秒あるから、まだ大丈夫。とりあえずこれで倒していく。レーベンにしかエンハンスがないとか地獄なんだけど。レーベン攻撃タイプ持ってないんだよな。あ、ライダー、まさかあるか、ライダーこれ。あ、こっちか。ライダークラッチあるぞ、これ。ワンチャン？ライダーやれんのか、ライダーやれんのか、ライダー、まさかライダー一人でぶっ倒していく、全容。はい、ということでなんか勝てたからいいやっていう感じでした。なんかめちゃめちゃ難しくて、多分相当過去最高クラスに難しいタイムアタックだと思う、本当に。でもね、クリアするとね、ゴッドエースもらえるんで頑張ってみてください。気をつける点は、マシンやったので吸収無効が必要なこと、あとは無効感と追い打ちが基本的に結構必要なんで、そこだけ注意してください。あと、雲対策は楽ですね。こんだけ頑張ってこれだけかよ。終わります。バイバイ。